皆さんはトイレにティッシュペーパーを流してしまったことはないですか？トイレットペーパーとティッシュペーパーについて水への溶解実験を見てみましょう。驚いた。トイレットペーパーだけがバラバラになったよ。トイレットペーパーは水に溶けやすいように作られていることが分かりましたね。ティッシュペーパーや紙おむつは水に溶けにくくて詰まりの原因になってしまうので、トイレに流さないようにしてくださいね。